またカルトの箱。切るものが必要ね。気持ち悪い枝の彫像。隠してた。またランチボックスね。今、地獄の入り口に立っているわけだ。そうね。学生の頃は地質学が好きだったの。ローガンが科学フェア用にベーキングソーダの火山を作るのを手伝ったこともある。科学フェア。あれは子供のランチボックス？アレックス・ケーシーの映画のランチボックス。殺人犯がわざと置いたのか。なあ、もうすぐローガンの誕生日だろう。またランチボックス？誰がこんなところに置いたんでしょう。
またランチボックスね。戻るわ。ああ。別のランチボックスが。地元の人の話を聞く。土地の雰囲気をつかむのよ。まずは EMF リーダーを見つけなくちゃ。ちょっと見たいものがある。すぐ戻るわ。ゆっくり休んでね。あと10匹。セッター町長は先延ばしにしない。セッターがベター。しない方がいいわね。同情するわ。じゃスピード違反なんて起きないな。もう少々お待ちください。みんながどうか知らんが、俺はこの素敵な小さい町で起きる恐ろしい殺人事件なんてに興味がないね。そんなもんの調査に俺は向いちゃいない。旅行に来たら森で迷っちまったみたいだ。気弱はねえ。熊も出る時期だっていうのに外部佐賀は狙われた。だがナイチンゲールは光を見られない。